シアターブラバが10周年記念として手掛けるシリーズの一つ、つながる音楽劇ムギフミクーツェエブリシングイズシンフォニーが来年4月上演決定。原作は2003年に坪田ジョージ文学賞を受賞した石井真嗣の小説。これ演劇でもないし音楽ライブでもないし、で映像もプロジェクションマッピングとかを結構ガンガンに使う作品なんですけども、新しく、本当に作り出す、大人から子供までが楽しめるようなそういうものになるといいなと思っております。音楽を担当するのは徳丸修吾。ギターや日用品など無数の楽器を操り、レコーディングからミックスまで全てを一人で行うアーティストです。楽器をこの舞台のためにちょっと作ってみようかなっていう試みもしたいと思っていて、で、日用品を何か加工したりして見たことのない楽器が登場できたら、まあ楽しそうかなっていう、全編生演奏でやろうと思ってます。この作品の特徴は何といってもつながる音楽劇。観客の皆さんにも何か音が出るものを持ってきてもらい、客席で演奏に参加してもらうんです。先日行われた制作発表でもサプライズの演奏会が行われました。ブラバをご覧の皆さん、こんばんは。渡部豪太です。稲本真帆です。麦踏み空勢、楽しい舞台になると思います。4月劇場にぜひ足を運んでください。楽器忘れないでね。皆さんで一緒に楽しいことをしましょう。劇場でお待ちしています。